んにちは、はるです。今回は女子受けが悪い男性にありがちなことを紹介していこうと思います。いつも私恋愛のことについて紹介するときに、こんな男性かっこいいですよとか、こういう人をすごい垢抜けて見えますみたいないいことを発信することの方が圧倒的に多かったんですけど、中にはそれでも全然モテないんだよっていう風にコメント欄でいただいたりとか、実際に思ってる人も多いなっていう実感があるんですよね。確かにこういうのをやってたらめっちゃそれっていいことだよっていうのも存在はするし、今まで発信もしてきたんですけど、逆に悪いことも同時にやっていたらそれは女子受け悪くなっちゃうよねっていう角度のものもいくつか存在するので、今回はそういったちょっと女子受けがこういうことする人って悪いよねっていう角度で紹介しつつ、もしも思い当たるものだったり参考にできるものがあったらそれをなくしていこうと思えたり、考え方をちょっと変えてみようっていうような気持ちになれる人が少しでも増えたら嬉しいなと思います。もしもこんなのが良ければ高評価、チャンネル登録、そして最近発売しましたオリジナルグッズ晴れ着をよろしくお願いします。ということで早速、今回はまあいろいろな項目がある中で、特に私がすごくこれめっちゃ大事だなって思うことを中心に4つ紹介しようと思います。1つ目は男のノリをそのまま女にやってしまう男性です。恋愛相談に乗ったりとかしてる時に言われるんですけど、その友達みたいな感じで接したいとか、仮に別れた後も友達として接したいみたいな、そういう風に関係をいわゆる崩したくないし、今楽しいままいたい、あわよくば付き合いたいみたいな人って結構いるなって思ってて、そういう人ほどやってしまいがちなのって自分の親しい間柄の人によくやるようなノリをそのまま異性にもやってしまうっていう人いるんじゃないかなと思うんですよ。実際に私もこれって男性から割とされたこともあって、男性同士では通用する悪ノリだったりとかいじりみたいなものに対して今回は特にちょっと取り上げたいなと思います。例えばメイク、服装、髪型、体型、こういうところをいじってそれ変だよねみたいな風に笑えば済まされると思って無意識にやってしまうことっていうのもあるんじゃないかなと思うんですよ。私自身もこれ実際にされたことがあって、例えば私顔が丸顔なんですけど、その時に当時仲良くしてると自分で思ってた男性からアンパンマンみたいにプクプクして可愛いよねみたいなこと言われたことがあって、その時に別に自分でめっちゃ細いと思ってるわけじゃないから悲しいまだいかなかったんですけど、ちょっとショックだなみたいな、アンパンマンだと思われてるんやみたいなでも多分こういうのって男性側からしたらただ丸っこくて可愛らしい感じだよねみたいな、そういうノリで言ったんじゃないかなと思うんですよ。ただ真意ってやっぱ聞けないし、最初にショックが勝ってしまうと、え、それどういう意味で言ったのってこっちが突っ込むことっていうのがなかなかできないので、その結果この人とは距離を置いた方がいいかもっていう結論に至っちゃう可能性があります。女性の方が男性よりもすごく言葉のニュアンスにシビアというか、言われることに対してちょっとショックを受けてしまうという人が多いんですよね。多分これってもしかすると男性側も言った後に後悔することとかあるのかもしれないんですけど、言った時には時すでに遅しということで、それを言って後悔するなら最初から言わない方が良かったっていうこともあるんじゃないかなと思います。その代表例がこの男のノリ、男同士では通用するノリを女の子にそのままやっちゃう男性なのかなと思います。そして2つ目は損得関係で男女の深め方を見ている男性です。これはですね、私自身やっぱこういう恋愛とかそういう人間関係系の話をよくする上でとても実感する面でもあるんですが、恋愛とかそもそも人間関係深めることってお互い物理的には損することの方が多いんですよね。例えば女の子の場合だと時間かけて服装考える、でも結局時間使った割に褒められない、靴とか張り切っておしゃれなのしてきたね、歩くの早すぎて足めちゃくちゃ痛いとか、本当細かいこと言ったらもうめちゃくちゃあります。で逆に男性の場合だったら、奢ったのに見返りないよなとか、お金どんどんなくなっちゃう、相手のこと考えてる割に私のこと本当に好きなのとかなんか聞かれるとか、物理的に時間もお金もかけた割に成果が出ないことが多かったり、結果的にいろんな人と付き合っても最終的に結婚できる人って日本だと一夫多妻制でも何でもないので一人の人としか結婚できないので、体感的には相当なモテる人ではない限り大体が損したなっていう風に思う人の方が多いと思います。なんですけどここで恋愛に億劫になってしまう人とかもいるんじゃないかなと思うんですが、
そもそも人間関係を深める上では自分のことのように大事にしたいと思える人同士に慣れて初めて成立するものだなともすごく感じます。恋愛はお金とか時間とかその人のために使ったものを全てにおいて損することの方が圧倒的に多いですけど、でもいくらお金を積んでも得られない経験ができることが醍醐味でもあります。本当に愛情はお金では買えませんからね。失敗したとしてもその人のことを好きになれたっていうその経験自体が本当に素晴らしいことなので、物理的な損失はあったとしても真の損はないと思って向き合うっていうことがまずは大事になってきます。なんですけど、ちょっと最初の話に戻りますが、特に男性の場合の方が理論的に物事を考える人の方が脳の作り的にもう多くなってしまうものなので、例えば女の人と、デートしてる時にこれって男がする必要あるとか、ここまで男が払う必要あるとか、こんなこと別に男しなくてもいいよねみたいな風に損得感情で物事を決めてしまう人いるんじゃないかなと思うんですよ。それって分かっちゃうんですよね、この女子側も。この人は多分別に私にお金使う必要ないって今判断したんだなとか、この人はできるだけこのデートの場を安く早く簡単に収めたいんだなみたいな風に思ってしまうので、ここをあえてこの人は私にすごい時間を使ってくれようと頑張ってくれてるんだっていう風に思えるような人を見た時の方が圧倒的に心動かされるなと思います。今の全部簡単にまとめたら思いやりっていう言葉で収まるのかもしれません。思いやりがあるかないか、そういう接し方をされてるかどうかで、異性からどう思われるかっていうのはかなり変わると思います。3つ目は自分の好きなものを見た目に押し出しすぎてる男性です。例えばこれがよく現れてるのは特に服装の面かなと思うんですけど、私が過去に自分がデートしたわけではないんですけど見かけたことある男性がマーベルってでバーンって書かれてるシャツを着て女の子に会いに来てる男性だったりとか、もう明らかにジム帰りなめちゃくちゃラフすぎる服装で女子に会いに行ったりとか、あとは服装ではないんですけど2リットルペットボトル抱えて持ってきたみたいな、そういう自分が今やってることだったり好きなものっていうのを前面に押し出してる人、こういう人ってもしかするとその人からしたらもう好きだからいいでしょって思ったりとか、むしろ俺が女を精査しに行ってるんだみたいな、そういう意味合いを込めてやってるのかもしれないんですけど、純粋にそのやり方って結果的に見ると自分のこと本当は好きになってもらう人も離れていっちゃうきっかけになりうるかなっていう考え方を新しく持ってみてもいいんじゃないかなと思います。例えば映画好きなっていうことがバンって出てきたら分かるんですけど、それをデートに着てきちゃうのかって思ってしまうと、ちょっと別にこっちが仮に私マーベル好きですし、そういう人が来られても別にいいんですけど、なんかそういう服を着てきちゃうっていうことが好きじゃないっていうんですかね、そのデートにそういう服装着てくるっていうところまでの思考回路を合わせたいって思う人もいるかもしれないですが、それって別に初回とか会って間もないところにやることじゃないんですよね。段階があるので、どこで自分の本音だったり、素の部分を見せていくかっていうのを段階を踏んで見せていくことが大事なので、そこを最初に全部自分の受け止めてくれない人は別に俺は恋愛対象じゃないからみたいな風に思ってやってしまうのはちょっともったいないなと思います。今こういったようにちょっと何個か例を出してはいましたが、今の話ってもちろん服装だけではなくて見た目の部分では特に現れやすいので、自分の好きなものをこう出してそれを話題にしようとか、これが好きっていうことをアピールしていこうみたいな風に思ってた人がいたら、まずは近寄りやすさ、後々でも興味をこうすり合わせていけるような風にしようっていう気持ちに切り替えてみてもいいかなと思います。そして4つ目は興味を持ってもらうことに必死すぎる男性です。これもっと肌感でしかないんですけど、すごく多いなと思っていて、女性の場合は人のことを好きになればなるほど恥ずかしいと思ったりとか、もちろん人によって個人差はあるんですけど、その人のことを知りたくて質問をたくさんしたり、自分のことを話したら嫌われるんじゃないかなっていうちょっと自信喪失型っていうんですかね、そういう人も多かったりとか、ゲミになる人っていうのが多いです。なんですけど逆に男性はその人に興味を持てば持つほど自分に興味を持ってもらいたいと思って、こう僕は〇〇が好きですとか、僕はこういうことに興味あって同じ興味を持ってる人探してるんですよねみたいな、そういう風にガツガツ積極的に自分のことをアピールしていくっていう人もいるかなと思います。これって別に全然悪いことではないんですけど、大前提相手に興味を持ってもらいたいっていう風に思う時点で、それって言い換えてしまうと他人の感情をコントロールしているとも言えちゃうんですよね。自分に興味を持たせるっていうのはある意味でいう、心理学ハックみたいな、そういった相手に興味を持たせるために自分は自分のことをまずはたくさん言おうみたいな風に思ったとしても、結局それを興味持ってくれるかどうかっていうのは相手次第なので、
本当に興味を持ってもらいたいんだったら自発的に相手から質問が来るまで待つっていう我慢をすることの方が実は恋愛としてめちゃくちゃ発展しやすいです。例えばまずは相手のことをいっぱい聞いて、ところで〇〇さんって何が好きなんですかっていうふうに聞かれたりとかした時に初めて自分のことを答えたり、または質問する時に僕は〇〇が好きなんだけど晴れちゃんは何が好きなのっていうふうに自分の情報をちょっと織り交ぜて話をするとか、こういうふうにまずは相手に興味があるよということをベースで相手のことを聞いて逆に興味を持ってもらうっていうこの流れを崩さないようにすることの方が実は大事だったりします、まあ、ということで、まあ、今回ちょっと紹介した4つのもの以外でも女子受けが良くない人の特徴とかいろいろあるっちゃあるんですけど、今回はまあ格の部分というか小手先のテクニック的な部分というよりはちょっとこう格の部分に当たるようなものをちょっと厳選して4つ紹介したという形です。割と私こういう発信するのは久しぶりな感じがするので、ちょっとこの動画見て参考になる人どれぐらいいるのかなっていうのが甚だ疑問ではありますが、少しでも参考になってもらったら嬉しいです。ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。晴れでした。バイバーイ。私最近 iPhone 15 Pro を購入して今携帯持ってるんですけど、本当にこの動画を撮る直前ですね、カメラが壊れちゃって今ちょっと携帯で撮ってるんですけど、これ画質どうですかね。今のこの話をする前の時点で、あれ晴れちゃんの今日の動画画質違くないみたいな風にもし思ってた人がいたらもうとんでもないファンだと私は認定したいぐらいで、こういう新しい携帯の画質良すぎてちょっとびっくりしてます。トータルとしてカメラの方が撮りやすかったりとか、あと音声がやっぱ綺麗なので、そういう意味では結果的にどうしてもカメラの方にまた変えたいなっていうのはあるんですけど、そのカメラがちょっと復活するまではちょっと携帯でもう全然我慢できそうだなと思うので、ちょっと若干音声のざらつきみたいのはあるかもしれないんですけど、これでやっていこうと思います。はい、ということで以上晴れでした。バイバーイ。あー僕はまだ